はい、ライブドローイング、30分ライブドローイング、今回も、色鉛筆で描く。それで今回のテーマは、鎌倉の明月院の前の、小道ですね。ちょっと今写真を。ちらっとこんな感じのものを描きます。それで、もう下書きは終わっております。さすがに下書きをしないとね、ちょっと怖いので。それと今回使うのは、ファーバカステル、ポリクロモスですね。では早速書いてみましょうか。とりあえず色はこう分けといて、同じような色ばっかなんですけどもね、僕の場合はそう、色を分けるというかね、作り込まないので、ある色そのまま使って書いていきます。よいしょ、これかな。じゃあ、これ、橋、あの、まあ、橋ですよね。橋にこう、小道、あの、多分、僕もちょっと記憶ないけど、この先まっすぐ行くと、明月院の方に行くんですよね。ちょうどこの時期は、紫陽花がすごく、綺麗な時期です。最初はこうちょっと手慣らしで、無難なとこからこう、無難なとこと無難な色をこうちょっと書いて、気分を落ち着かせます。で、こういう時にこう、堀とか塀が来るんですけど、これをどういうふうに書くかっていうのがね、結構いつも悩んでしまうところなんですよね。あまりこう、アウトラインをこう入れない方がいい場合もありますし、ガチッと入れる時もありますけども、今回どうするか、ちょっと書きながら決めていきます。全体のイメージの色は今これ、最初に塗った、これは167番というものでこうやりますけど。大雑把にこう。なんとなくこう色がついたところで。じゃあちょっと濃い色からやりましょうかね。この塀の向こう側ですよね。この塀を活かすためにちょっとこう濃いめにしていきます。あまりこう、全部書いちゃうとね、せっかくの木の下書きが分かんなくなっちゃいますからね。で、木を茶色で塗ると茶色がきつくなりますよね。僕の場合だからちょこっと緑でこう塗ってこう鳴らします。で、この一連のこの、木の感じというのは、やはりこう隙間があるといいので、べったりは塗りません。人に見え隠れしているところを想像してみてください。
手前にもこう、写真で見るとこの木って結構もうシルエット的にかなり濃くなってるんですけども、写真をね、見てそのまま描いてしまうと、やっぱり色的にこう、コントラスト強いですから、どうしてもこう黒とか使いたくなっちゃうんですけどね。それは好きです。好き好きだけど、僕はあまり使わないですね、黒は。これが入り組んでますね。入り組んでるところはどうしようかって。この向こう側のこの橋の手すりがあって、その手すりをこう、抜いて書くのか、後で消しゴムで持って一気に消すのかっていうね。そんなに難しくないのでね、今はこれ、もう、抜いちゃいましたけどね。この、カステルの、この色鉛筆はね、有名でみんな使ってるんですけど、なんかいろんなバージョンがありますよね。バージョンというかまあ、安いやつとか、セットになってるやつ、セットってのは塗り絵のセットになってるやつとかね。もう詳しくはわかんないですけどね。このアートグリップってこういう、ちょっと安めなやつですけどね。こだわんない私は何でも買っちゃいますけどね、安ければ。この辺はこう、手前の木だか奥の木だかわかんないのがこう、わさーっとありますね。ちょっとこれは明るい葉っぱにしますかね。これもこうと、手前のこの端のところがあるので、そこを避けて、手前と奥と差を出すためにこう、少しこう、見え隠れさせながら。手前のこの木のところに電信柱が本当はあるんですけども、電信柱は描かないで、これ手前の木ですね。本当はここに柱があるんですけど、描かないで、代わりに木を植えちゃいましょうかね。これは茶色で、下書きとずれちゃってますけどね。まあ、その辺はいいでしょう。手前の木ですからね。葉っぱが、こうちょっと手前の木にこう、よりも前に出ないと。ちょっとここでもってね、濃い薄い色分けして。同じような色ばっかり。かで、なので、こう、パッと見た瞬間に、選ぶときに間違えそうですね。手がかぶっちゃうとあれだな。こんな感じかな。
すいません、独り言でした。ちょっと下の方もやりましょうかね。これがなんかこう、趣があっていいですよね。観光客が来なければ本当に静かなんでしょうけど、残念ながら。と言いつつ言っちゃいましたけどね。このトンネルの部分がね、トンネルの部分を活かしたいですよね。活かしたいってことはトンネルの手前を濃くして奥をちょっと明るくさせて、向こうが抜ける感じになるとね、かっこいいですよね。そのためにはここを濃くしなきゃいけない。そういう時は迷いなく、もう最初からガシガシ書いちゃいます。そんなに書いてもね、こうやって見てるとわかんないですけどね。でもなんか、ちょっとね、差をつけたくてね、ここは人工的な石の部分が見えてて、この葉っぱの色よりもこのグリーンは少し青が入ってるかなとかね。上手な人はそこでもって色を混ぜて使うんだけどね、私はそういうことはしません。もう色があるので、これは。これにしようかな。この中を、水路の中を少しこう。影なんだけど、ちょっと水が光ってるっていう風にできるとかっこいいですね。そのためには、ちょっとこう水平に。向こう側ですね。これは、チャコールですね。ちょっと、グレーですけど使っちゃいましょう。なんか全体を緑緑にすると、なんかちょっと湿気があって、
梅雨っぽいかな。こういうね、こういうところをね、ビシッとこう、書いていくと、だんだんこう締まってきますよね。だんだんこう写真とは違ってきちゃいますから。ここです。手前ですね。手前はやっぱりね、かな。150な。まあ、いわゆる、インディゴってやつですよね。それで、手前の葉っぱの影。奥をね、濃くしてもいいんですけど、ちょっとね、そうなるとね、難しいので、わかりづらくなっちゃうので、手前の葉っぱ、ここ影をつけちゃいます。それで少しこう遠近感を出してみましょうかね。で、その時にこう、さっきの枝もついでにもう一回。これは光はどっち側から来てるのかな？逆光だね。でね、枝はね、見え隠れさせる。で、これ手前の。茶色にしましょうかね。で、全部塗っちゃうと重くなっちゃうので、少しこの辺は白かけといて。枝の方を少しこう、濃くして。本当はどっちか、こちらを少し濃くしましょうかね。そうすると、木もこう、ちょっと立体感出ますよね。で、ちょっと強引に影もこっち側に向けたりして。そうすると、ここももっと濃くしていいし、ここの壁ももっと。一応番号を確認してから、はい。そうですね。この、やっぱ、ここはちょっと濃くしたいので、白いところはこう、なくしましょうかね。で、ここの白いところをなくして、そうすると、なんか、皮が光ってくるかな。そうすると、この、塀ですよね。塀をどうするか。これね、塗ってしまう。周りが全部来たから、やはりこう、ちょっと、オリーブだったらなんだけど、ちょっと地味めな色で、邪魔しないように、さらりと、塗っておきましょうか。ちょっとそれっぽくこう、あんまり書くとしつこくなっちゃうかな。やめとこう。あ、ここに木があったな。この木はじゃあちょっと濃くしましょう。木と、木の影とも葉っぱの影と一体にしちゃって、
で、こっちと同じように、手前感を出します。で、ただ単にコックするだけだと、シルエットで終わってしまうと、この手前感が少しなくなってくるので、それはまたちょっと後でやりますけどね。ここですね。うん。この塀に、上にちょっと、影みたいなのあるの。これがあると、あったから、ちょっと、楽ですよね。これ持ってアクセントができましたからね。これがないと、ぼーっとなったところですけども。なんかここに名盤があるのかな。道なんですが、道はね、あんまり乗らなくてもいいのかな。めんどくさいから乗らないっていうよりも、道が目立っちゃってもね、あれなんで、そういう時はね、道だよって水平に私の場合は塗っちゃいますけどね。これは、どっかに焦げ茶色があったな。これだな。うん。手前はぼやかします。明るいとこね。はい。さっきのこの、影を濃くなったところですよね。これを少し緑をこの上から重ねていって、単なる影じゃなくて緑の影ということに、木の影ということにしちゃいますよね。これはですね。本当は木が覆いかぶさってるから全部緑にしちゃっても構わないんだけども、ところどころ抜きながら、このタッチでごまかして、ここですね、ここなんかね、例えば、ちょっと明るめのやつを一気に少し持ってきてあげるとかね。あんまりアクセントにならなかったかな。ここを濃くしちゃいましょうかね。やっぱここがちょっと明るくなっちゃってるから、あれかな。ほんのちょっと違う色で どれだと、あ、これか。あんまり変わんなかったかな。でもね、ちょっとこっちが手前で。奥で少しクールになってるかなっていうね。ここ全体的に濃くしてあげた方がやっぱり良かったですね。明るいグリーンをね、濃い明るいグリーンを持っていくのも一つの手だけども、今回みたくなんかちょっとしっくりさせたいときは、この明るいグリーン、最後、上からね、明るいグリーンを上から、明るいグリーンを上からっていうか、ちょっと派手なグリーンを上から少しやるのも手ですよね。何が言いたいかっていうと、全部地味でもって色が沈んじゃうと、重くなっちゃうんだけど、明るめのベリジアンとかを濃く上に描いてしまうと、それはそれでね、派手になりすぎちゃうと。そういう時にちょっと彩度が高い明るめのグリーンを上からかけてあげると、沈みがちな雰囲気が少し明るくなる時もあります。
そうそう。ついつい、ついついやりたくなっちゃうんだよね。おっと、折れちゃった。これは点描じゃないんですね。線でこう、ちょこまかく、ちょこまかと書いてます。こっち側はどうなってるんだ。うん。それはこれでおしまい。ごまかし。175番。まあ、セピアですね。ここでセピアを使うかどうかってちょっと使っちゃいましょうかね。何か足りないかな。いろいろ足りないな。うん。ここを少しこう、明るめのグリーンでやると、ところどころ光が当たってそうなとこは明るめのグリーンで、これなんか全部バーッとグリーンでね、やっても構わないんですけどね、こうやって。これはあまり色がない方がいいかな。ちょっとなさすぎるかな。光っちゃってもあれだしね。うん。この辺は一体にしたい。ちょっとアクセント、影のアクセント。ちょっと黄色も欲しいとこだけど、まあ、いいでしょう。これで。これでよしと、しちゃいましょうかね。ここに水色をつけないとこがね、いいかもしれない、いいかもしれないですね。はい、鎌倉明月院に行く途中の散策路ですね。はい、これで完成ということで、完成ということです。で、またやりたくなっちゃうかな。うん。はい、じゃあまた、また来週、やりますんで、はい、どうもありがとうございました。